第2ターミナルを訪れるロドリゴ・ドゥテルテ、大統領一行マクタン・ベニト・エブ・エン、空軍基地マクタン・セブ国際空港は、フィリピン中部の中部ビサヤ地方セブ州マクタン島、中央部ラプラプシにある国際空港。セブパシフィック航空、パンパシフィック航空、ロイヤルエアチャーターサービスがハブ空港としている。フィリピンでは、マニラ首都圏に次ぐ2番目の規模の都市圏である。 メトロセブの空の玄関となっている。空港はメトロセブの中心地セブ市がある、セブ島に隣接したマクタン島に位置しており、セブ島へは連絡橋によってアクセス可能である。また、首都マニラのニノイヤキの国際空港に次ぐフィリピン第二の国際空港でもあり、年間の旅客者数は約300万人から400万人に上る。 797ヘクタールの敷地には3300メートルの滑走路が一つある。もともとはアメリカ空軍の幕イ空軍基地として知られており、米軍撤退後はフィリピン空軍のマクタンベニトエブエン空軍基地としても使用され、軍民共用空港として滑走路を共有している。滑走路は1956年にアメリカ空軍によって、 戦略航空軍団の爆撃機の緊急空港として建設され、幕体空軍基地として知られていた。1960年代のベトナム戦争で、米空軍の C-130 ユニットの基地となるまで、質素な基地であった。1960年代半ば、安全性などの観点でこれ以上拡張できなくなった、セブ市内のキュラホグ空港に代わる空港の開港が、 計画された際、マクタン基地の利用が提案され、ラプラップ市に現在のマクタンセブ国際空港が開港することとなった。2008年8月20日、マクタンセブ国際空港当局は旅客数の増加に対応するためのターミナル、拡張計画に約3億ペソを投じると発表した。マクヤの前総支配人のダニーロ・アウグスト・フランシアはこの計画には マクタンセブ国際空港内に第二旅客ターミナルを設置することも含まれていることを公表した。2009年、フランシアは国際線のみを運行する新ターミナル建設の一般入札を行うことを発表した。2010年、新たに選出されたベニグの秋の賛成大統領は空港の新総支配人兼マケアの最高経営責任者に 全セブシ都市計画開発コーディネーターのナイジェル・ポール・ビラレテを選出した。ビラレテはターミナル拡張と未完成であった管理棟の完成を優先する体制をとった。2013年11月、フィリピン市場最大級となる巨大台風肺炎が上陸した。空港は台風によって最も被害を受けたレーテ州やサマール島と同じビサヤ諸島に位置しており、台風通過後、 東ビサヤ地方の空港が使用不能だった間、東空港は救援活動のための航空業務の中心地として使用された。2013年11月12日、クロアチアのエネルギー会社コンサールから、ルソン島のバタンガスにあるファーストジェンコーポレーションの発電所に180トンの交換用変圧器を納入するため、 世界最長で最重量級の航空機案 -225 ムリーヤが、クロアチアのザグレブ国際空港から、マクタンセブ国際空港に着陸した。これは、ルソン島のクラーク国際空港、ニノヤキの国際空港、スービック米国際空港が、いずれも同期の着陸を拒否したため、ファーストジェンの関係者が、マクタンセブ国際空港を伸びられて総支配人に、 空港使用の許可をするように打診したことによる。ファーストジェンのフランシス・ジャイルズプの社長によると、マクタンセブ国際空港は、同期の所有者のアントノフ航空から、空港、往路の陸上輸送、海上輸送の組み合わせを検討した結果、最も実行可能な選択肢として、検査を受けた。とされていた。2014年4月23日、フィリピン運輸通信省は、 マクタンセブ国際空港の運営、維持管理を、メガワイド建設公社とベンガルールに拠点を置く、GMR インフラストラクチャーのコンソーシアム、GMR メガワイドセブ航空会社に落札した。コンソーシアムの落札金額は、17.5億ペソ。2014年11月1日、空港は、ジームキャックに、空港の運営、維持管理を引き渡した。二千十六年序盤には、 空港とジームキャックが第一ターミナルの改修、拡張を開始した。新ターミナルビルの設計は、インテグレーテッドデザイン委員会が行った。2018年1月25日、ジームキャックのアンドリュー・アクア・ハリソン CEO は、新ターミナルビルの名前が、第二ターミナルになることを発表した。2015年7月29日、秋の賛成大統領は、新ターミナル建設による、 空港拡張を進めるため、フィリピン空軍基地の施設があった隣接する用地に建設を進めるよう提言した。2017年5月22日、空港公社は2本目の滑走路の建設を承認する決議に合意した。滑走路の建設は、セブ選出の国会議員のラウル・デルマルによって、ジームキャックから与えられた144億ペソの 保険料から調達した49億ペソを使用して資金をすることになった。2018年6月7日、第2ターミナルはロドリゴ・ドゥテルテ大統領によって落成された。7月1日、新しいターミナルが国際線専用としてオープンし、従来のターミナルは国内線専用となった。八月十七日、ドゥテルテ大統領は年の マクタン島の戦いでフェルディナンド・マゼランを戦死させたマクタンの酋長ラプラプにちなんだ名称を変更することを指示したものの実現には至っていない。2019年6月4日、エアバスの最先端航空機である A350-1000 がキャセーパシフィック航空の旅客機として初めて着陸し、主に香港間のフライトとして使用されることになった。 2020年、既存の滑走路に並行する形で、2本目の滑走路が建設が開始された。到着外にクーポンタクシー乗り場、出発外にタクシー乗り場がある。マイバスルート3が EN、SM シティ、セブ方面へ運行している。25ペソ、30から60分間隔ジープに、トライシュクルの乗り入れは認められていないので、市内から空港に向かう際に、 これらの乗り物を利用すると途中で降ろされて歩くことになる。マクタン島とセブ島はマクタンマンダウエ橋とマルセルフェルナン橋の2本の橋で結ばれておりタクシーで直接セブ市に移動することが可能である。ありがとうございます。